ちは、わちゃぴです。一つだけ覚えるアドリブフレーズ、今回は2-5 のパート3です。このようなフレーズをマスターしましょう。これもジャズなどでよく聞かれる典型的な2-5フレーズです。これは2-5だけで1には解決していませんが、解決させるならこんな感じでしょうか。これは2段譜になっていますが、ピアノの両手と考えてください。左手のコードはテンションが一つも入っていないシンプルなセブンスコードです。ではフレーズを見てみましょう。トップノートに注目してください。このように半音で下がってきているのがわかると思います。 Dm7 のところだけ見てみると、 Dm Dm7 というコード進行をアルペジオにしたようなフレーズになっています。でもこれは Dm7 というコードの上で使えるフレーズです。コードネームを Dm Dm7 などと気にしたり譜面に書いたりする必要はありません。今回は2-5フレーズなので2のマイナーコードの上で使っていますが、2-5とは関係なく3のマイナーでも6のマイナーにも使って大丈夫です。下の3つの音はただのトライアドで、一番上の音がルートから半音下がるだけなので簡単ですね。スケールで言う2なので当然ドリアンスケールになります。シャープのドが入っているところは、細かく言えばメロディックマイナーということになりますが、クリシェなのでそこまで考えなくても大丈夫です。では G7 のところはどうでしょう。一旦 D マイナーとは切り離して考えます。いきなり G7 に対するアボイドノートの4度から入って、次にフラット3度からコードトーンである3度に落ち着きます。要するに3度のシの音を半音上のドと半音下のシャープのラで挟んでから3度に進行するということです。これはディレイドリゾルブというテクニックです。半音下からまたは半音上からコードトーンにアプローチすることをクロマチックアプローチと言いますが、上下で挟んでからアプローチするテクニックがディレイドリゾルブです。ディレイドリゾルブの動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スケールで言えばドミナント7ですから、例えばこのようなスケールが使えます。他にもドミナント7スコードに使えるスケールはいくつかありますが、今回のフレーズはどれにも当てはまります。音で見れば4度から入っているので4度を含むミクソリディアンのような気もしますし、シャープのラはシャープナインスでもあります。でもただ3度の音に向かうディレイドリゾルブと考えれば、そんな難しいことを考える必要はありません。ディレイドリゾルブやクロマチックアプローチはスケール外の音を使ってもいいんですね。それによってスケール名が変わることはありません。となると使っているのは3度とルートだけということになるので、スケールは特定できません。 Dm7 と G7 をバラバラで見るとこのような説明になりますが、いろんな2-5ですぐこのフレーズを弾けるようになるためには、 G7 はディレイドリゾルブという考え方より、最初に言ったように Dm7 から G7 にかけてトップノートがで、シャープのド、ナチュラルのドと動いているところに注目する方が分かりやすいのではないでしょうか。 Dm のクリシェと解釈する方がいいと思います。クリシェの動画も概要欄にリンクを貼っておきます。では他のキーでもすぐ弾けるようにするため、いくつかのキーで見てみましょう。これはキー G の2-5です。
リズムはとりあえず考えずに、まず音の見つけ方を覚えましょう。2は Am7 なので、まず Am のトライアドを思い浮かべ、さらにその上にオクターブ上のルートから下にアルペジオを弾きます。そしてオクターブ上のルートを半音下げ、また下にアルペジオ。さらにトップを半音下げます。D7 のところは最初に説明したように3度のシャープのファに向けて半音上下からのディレイドリゾルブという考え方でもいいんですが、先ほど説明したようにトップノートがソまで降りてきているので、その後フラット3度、ナチュラル3度、ルートを弾くと考えるのも簡単でいいかもしれません。そして Am7 の1、2拍目のリズムを変えれば出来上がりです。ではもう一つ見てみましょう。これはキー D の 2-5 です。Em のトライアドをルートのみから下にアルペジオ。そしてルートを半音下げてシャープのレから下にアルペジオ。さらにトップをレまで下げたら、次は A7 のフラット3度、ナチュラル3度、ルートであるド、ドのシャープ、ラと弾きます。では最後にもう一つだけ見てみましょう。これはキー B フラットの 2-5 です。Cm のルートをクリシェを使って、ド、シ、シのフラットまで下げながら、アルペジオを弾きます。そして F7 のフラット3度、ナチュラル3度、ルートであるラのフラット、ラのナチュラル、ファと弾きます。なんとなく見つけ方が分かってきたでしょうか。これもまた全てのキーで覚えるのは大変なので、2-5を連続させて練習してみてください。2-5-1と進行し、1をマイナー7スコードにし、次の2-5の2としてサークルオブフィフスを時計回りに進んでいきます。サークルオブフィフスの図を見ながら説明しましょう。 DGCF と5度下に進んでいきますが、これを Dm7G7 にして、そこから解決する C を Cm7 にし、新たに Cm7F7 という 2-5 を作りつなげていきます。サークルオブフィフスを Dm7G7 から始まり一周するパターンと、Gm7C7 から始まり一周するパターンの2種類で12個すべての 2-5 が出てきます。ではつなげてみましょう。カラオケ音源と MIDI データをブログに貼ってあります。概要欄のリンクよりご自由にダウンロードしてお使いください。まずは Dm7 から始まるパターンです。次は Gm7 から始まるパターンです。慣れてきたらこのようにリズムを変えてみるのも面白いと思います。1、2拍目を上がるアルペジオにしてみました。アルペジオの音型やリズムを変えてみました。跳ねないリズムでもこのフレーズは合います。
G7 に向けて8分音符でシンコペーションしてみました。というわけで今回はジャズなどでよく使われる2-5 フレーズを紹介してみました。今回のフレーズは楽器を問わず使えるのでぜひ試してみてください。ジャズのアドリブなどでは定番のようなフレーズなのでそのまま使っても大丈夫です。ジャズに限らずポップスのアドリブなどに使ってみるのも面白いと思います。では今回の動画は以上になります。このチャンネルではピアノを使った作曲やアレンジのノウハウなどを紹介しています。概要欄のブログとも連動しているのでぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。